クラウンミニバンエアロ仕様の登場には思わぬ反響が生まれています。トヨタカスタマイジングディベロップメントは2023年11月17日から26日まで中国広東省で行われた公衆モーターショー2023にモデリスタ、ブランドとして初めて出展しました。彼らはブースで新型、 クラウンベルファイアに、モデリスタパーツを装着した車を初公開しました。この情報が SNS などで共有され、多くのコメントが寄せられています。モデリスタブランドは1997年に設立され、これまでに主にトヨタ車や、レクサス車のカスタマイズパーツを提供してきました。 2020年には初めてタイで展開を始め、その後中東やロシア地域にも販売を広げ、海外車種向けのパーツも提供しています。一方で一部の地域ではまだ展開されておらず、アメリカでは2023年10月に開催されたセマショー2023で初めて出展。その後中国の公衆モーターショーでも、 展示するなど、海外での展開を拡大しています。公衆モーターショーで披露されたクラウンベルファイアは、中国で販売されているフラッグシップミニバンです。これは日本でも販売されている高級ミニバン、ベルファイアの中国仕様であり、2021年に導入されました。中国のトヨタ合弁会社である一気トヨタが展開しており、 クラウン、ブランドの一部として位置づけられています。2023年6月には日本で3代目となる新型ベルファイアが登場しましたが、同時にクラウンベルファイアも全面的な刷新を受けました。中国向けの仕様では左ハンドルに変更され、ボディサイド B ピラー周辺には王冠エンブレムが配置されています。テールレンズの中央には クラウンベルファイアのロゴも掲げられています。新型クラウンベルファイアの価格は、スプリームエディション、子孫版グレードが、89万9000当時のレートで約1770万円となっています。なお、モデリスタブランドとしては、国内仕様のベルファイアと同じく、ビーストラザー、ビーストレーザー、 スタイルのエアロパーツが提供されます。フロントスポイラーやサイドリアスカート、2本出しマフラーなどが含まれ、光沢あるクールシャインキットが装着されたデモカーも公開されました。このクラウンベルファイアに関しては、SNS などで多くのコメントが寄せられています。かっこいいな、めっちゃ迫力ある、といった意見があり、 エアロパーツの装着により、より強烈な存在感を放っていることが高く評価されています。同時に、ベルファイアなのにクラウン、クラウンミニバンなど、クラウンの名称を冠したクラウンベルファイアに対して驚きの声も見られます。